タッキーのファンとの感動のエピソード、パンダの腕バンドから垣い見る愛と絆の深さ。タッキーの空港物語、ファンとの交流が明かす彼の心温まる一面とはタッキー、滝沢秀明は、その魅力的な個性と才能で多くのファンを魅了してきました。しかし、彼の人気は単なるエンターテインメントの世界にとどまらず、 彼と彼のファンの間には特別なつながりがあります。日本から帰国する際、タッキーは空港で中国のファンに出会い、その経験は彼らにとって特別な思い出となりました。空港での出会いは単なる偶然の産物ではありませんでした。中国からのファンはタッキーが着ていた火山スウェットを着ており、それに気づいたタッキーは彼らを笑顔で迎えました。 この一瞬の出会いは、タッキーのファンが彼を愛する理由の一端を示しています。彼らはタッキーがどのような服を着ていても、彼を支持し、彼と一緒にいたいと思っています。さらに驚くべきことに、その中国のファンはパンダの腕バンドをタッキーにプレゼントしました。このシンボリックな贈り物は、彼らの愛情と応援の現れであり、タッキーもそれを喜んで受け取りました。 空港でのこの交流は、単なるファンとアーティストの間の関係ではなく、互いに理解し合い、支え合う友情の証です。タッキーが空港を訪れると、彼の周りには、いつもたくさんの人がいます。しかし、その中には特別な存在もあります。社長として知られるファンは、タッキーを見送るために空港に駆けつけました。 彼はタッキーに大熊猫の腕輪を送り、彼に幸せを願いました。このような瞬間は、タッキーと彼のファンの絆がいかに強いかを示しています。その後、スタッフの方々もパンダのぬいぐるみを持ってきて、ファンにプレゼントしてくれました。まるでタッキー自身がファンのことを気遣っているかのようで、私たちはとても感動しました。特に、 自分の名前がうっかり露呈してしまった男性スタッフの方の最後の言葉はとても印象的でした。主役は君たちだと言わんばかりの優しさに包まれ、ファンとしての喜びが一層高まったのを覚えています。このように、タッキーは空港という公的な場所でも自然体でファンに接していました。彼の人間性の良さはここでも十分に発揮されていたのだと思います。 ともすれば、スターはファンからは遠い存在のように感じられがちですが、タッキーの場合はまるで家族のように接してくれたのが印象的でした。この空港での出会いは、タッキーの人柄とファンの愛情が結びついた特別な瞬間でした。彼らは彼を支え、彼の成功を祝福しています。そして、彼らの温かさと愛情は、タッキーにとっては何よりも貴重なものです。 タッキーの空港物語は、ただのエンターテイメント以上のものです。それは友情と支援の物語であり、彼と彼のファンの間に築かれた特別な絆の証です。彼らは互いに力を与え合い、共に成長し、共に笑顔で過ごすことを願っています。これからも、タッキーと彼のファンの絆は強く続いていくでしょう。彼らの愛情と温かさは、 彼らが一緒に歩んできた道のりの証です。そして、これからも彼らは互いに支え合い、共に幸せを分かち合うでしょう。では、あなたはどんなファンのストーリーを持っていますかタッキーや他のアーティストとの特別な出会いを体験したことがありますかシェアしてください。日本への帰国の飛行機に乗る直前、タッキーの中国のファンである小さな女の子が、 火山のスウェットを着て現れました。彼女は笑顔で言いました。あ、初日にこの服を着ている子だよ、と。ファンは彼女のパンダの腕バンドをプレゼントしました。彼らの腕にパンダをつけている姿はとても可愛いですね。そして、メイさんはパンダの腕バンドをパチパチとして、とても可愛らしい光景でした。その名前が暴露されたことで、 タッキーの空港での物語が再び話題になりました。彼の姉妹たちは非常に支持的であり、民主の最後の振り返りは非常に感動的でした。彼はただ裏方として働いていただけなのに、私たちは本当に彼に満足しました。また、空港でタッキーに売買してくれた社長もいます。彼女はタッキーに大きなパンダのぬいぐるみを送りました。 そして、タッキーはその後、彼女が直接彼につけたパンダの腕バンドを身につけました。本当に幸運な瞬間ですね。動画からのキャプチャーを見ると、SP や他のスタッフ、そして国内の応対者の全員がパンダグッズを持っていたことがわかります。彼らの愛情は本当に温かく、心を打ちますね。そして、 ファンたちはタッキーの恩和な性格をとても愛しています。彼は常に優しさで包まれ、安心感を与えてくれます。彼らは彼の恩和な愛情を頼りに、彼を信頼しています。タッキーのファンである私たちにとって、これは本当に大切なことです。最近、タッキーは幸運の女神に見守られているようです。彼の周りには幸運が溢れています。 彼のファンである人々は、彼が幸せであることを心から喜んでいます。彼らは彼に愛され、彼の周りには幸せが溢れています。ただ、そのような対応をするのは決して簡単なことではないはずです。ファンの期待に依頼つつ、自身のプライベートも守らなければならない。そのバランスをうまく保っているタッキーの姿勢には、感服せざるを得ません。 さらに、空港ではタッキーの優しさだけでなく、ファンの温かな絆も感じられました。中国人のファンの子が火山柄のパーカーを着てきたり、スタッフがパンダのプレゼントを用意したりと、お互いを思いやる気持ちが溢れていたのです。おそらく、ファンたちにとってタッキーとの出会いは、かけがえのない思い出になったのではないでしょうか。この場面を目撃した私も、 心が温かくなる体験でした。そして、このエピソードが次第に広まり、SNS でも話題になっていくのを見るのは、とても嬉しいことです。タッキーは、ファンに寄り添う姿勢を常に大切にしているように思います。そのため、ファンの間でも彼への愛情は並々ならぬものがあるのだと感じます。今回の体験を通して、 私はタッキーというアーティストの魅力をより深く理解できたように思います。彼は単なるスターではなく、ファンとの絆を大切にする温かな人柄の持ち主なのだと。これからも、そんなタッキーの姿に魅了され続けていきたいと思います。ファンとアーティストの良好な関係性を築くことは、決して簡単なことではありません。しかし、 タッキーはそれを見事に実践しているのだと感じました。これからもファンとしてタッキーを支え、彼の活動を見守っていきたいと思います。そして、いつかまた同じように温かな出会いが訪れることを願っています。彼のファンたちが彼に愛される理由は明らかです。彼はただのアイドルではなく、私たちにとっては家族のような存在です。 彼の優しさと温かさは私たちをいつも元気づけてくれます。私たちは彼に会いたいと願っていますが、彼が忙しいスケジュールの中でどれだけ私たちのことを考えてくれているかわかりません。しかし、私たちは彼の温かい愛情に支えられて、彼の幸せを願っています。彼の愛と温かさに触れると、私たちは本当に幸せな気持ちになります。 彼の笑顔は私たちをいつも幸せにしてくれます。タッキー、あなたが幸せでありますように。そして、いつか私たちもあなたに会えることを願っています。読者の皆さん、タッキーのファンの皆さん、タッキーに会いたいと思いますか彼の愛と温かさはあなたの心をどのように触れるでしょうか彼のファンである理由は何ですか 彼との素晴らしい出会いの体験談をお持ちですかどんな思い出がありますかそれらを共有してください。